皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。お母さんの算数数学教室、今回は連立方程式を加減法で解く方法、これを復習します。中学校の連立方程式というのは2種類の文字を含む一次方程式、二元一次方程式というふうに教科書には書いてあります。二元というのは文字が2種類あるよと、一次というのは2乗とか3乗というふうに指数はついていないよと、こう考えてください。ではこの二元一次方程式、連立方程式を解く方法、絵でイメージしてみます。リンゴ2個とみかん2個の値段は400円でした。でもリンゴ2個とみかん1個、これだと320円です。さてリンゴ1個の値段、みかん1個の値段はいくらでしょう、とこう聞かれた時、小学校式にやるとまず共通している部分を順番に消していきました。まずリンゴが1個2個、あ、これ共通してると、みかんが1個、あ、でもこっちに1個残ってると、じゃあこの値段の差は実はみかん1個の値段の差だったんだと、このように小学校ではやったわけです。これを中学校では文字を使って足し算引き算、縦の式のね、足し算引き算を使って解くわけですけれど、ですからイメージすると上の式から下の式の共通部分を見つけて引き算をする、とこういうイメージです。とリンゴ2個から2個引いたのでリンゴの部分がなくなりました。みかん2個から1個取ったので、あ、みかんは1個分残っているんですね。そして値段は400円から320円引いて80円、こういうふうに出すということです。みかんの値段が80円と、これで分かったわけですね。この80円をこの式の中に入れていくわけですけれど、下の式のところに入れていきましょうと。下の式はリンゴ2個とみかん、この部分を80円に変えます。80にしますね。そしたら320円だよと、こうなったわけです。これ代入と言いましたね。そうするとね、リンゴ2個80円を移行すると320-80とこうなって、リンゴ2個は240とこう出てくるわけです。2個で240だからちょっと下書けなくなっちゃったんで、横に来ると1個分は両方を2で割って120円と、分かりました、ね、だからリンゴは120円、みかんは80円、こう計算するわけですね。この絵の部分を実は文字になったのが中学校の連立方程式なんですね。文字の係数の絶対値、絶対値って、数直線だと0からの距離なんて言いましたけれど、ここでは数字のプラスとマイナスの符号を取った数字の部分だけ、数の部分だけを指しています。これが揃っている部分、これを見つけてその文字を消すんですね。ここに 3x プラス y は 17、 2x 引く y は8という式があります。上を1の式、下を2の式とします。この時 x の係数は3と2ですね、揃っていません。それで y の係数を見ると、上はプラス1、下はマイナス1、プラスとマイナスを取ったら1と1で揃っていますよね。ですからこの y の部分を消す操作をするんですね。これがプラス同士とかマイナス同士だったら実は引き算、プラスとマイナスとかマイナスとプラスというふうに符号が違うもの同士の場合は足し算をして消していきます。これプラス1とマイナス1ですから足し算をして y の部分を消します。1の式足す2の式を筆算でやっていきます。 3x プラス y は17、下に 2x 引く y は
8とこうなりますね。これを足し算するのでこうなります。 x は 3x プラス 2x で 5x、 y の部分は消えましたと。17たつ8で25と。で書けないのでちょっと見えなくなっちゃうんでこっちへ行って、両辺を5で割ると x は5と、 x の値が5となりました。この5を丸1の式または丸2の式に代入して y を求めます。今回は丸1の方の式に代入します。元の式を書くと 3x プラス y は17、この x のところを5に変えます。 3×5 足す y は17で15ですね。15足す y は17、これ移行するので17-15を計算して y は2と、ですから答え x が5、y が2という、答えの書き方、実は2種類あります。 x は5、y は2と、このように縦に書く答えの書き方、でもう一つは横に書く x は5、y は2と、こういう書き方もあります。これは学校の教えている先生に合わせてください。では次にあと2種類の解き方、これに移ります。文字の係数の絶対値が揃っていない場合、2パターン、紹介します。一方の式の両辺を何倍かして係数の絶対値を揃える方法。 3x プラス y は7、 2x プラス 2y は10と、こういう2つの式があって、上を ① 下を ② こうします。 x の係数は3と2ですよね。どちらを何倍しても x の係数は揃いません。 y を見ると y の係数が1と2です。上を2倍すれば 2y になりますから、係数が2と2で揃いますよね。ですから ① の式をまず2倍します。① の式を2倍します。そして下の式の y の係数と合わせるんですけれど、プラスかマイナスかね、前についてのプラスかマイナスかを見るとプラス同士ですよね。同符号同士の場合は式を引き算しましたから、丸 1×2 から丸2の式を引きます。丸1の式を2倍すると 6x プラス 2y は14になりますね。こちらを2倍したけれど、この7の方を2倍することを忘れる人時々いるので、ここは注意してください。で下の式が 2x プラス 2y は10です。引き算をします。 6x-2x4xy が消えて 14-10 で4、両辺を4で割りますから x は1になりました。これを ① へ代入します。3x プラス y は7、ここに代入します。 3×1 足す y は7、つまり3足す y が7、この3をこちらに移行すると7-3になりますから y は4になりますね。ですからこの方程式の答え x=1y=4 とこうなるわけです。では次ですね、それぞれの式の両辺、ね、両辺にこれ何倍かして両辺を何倍かして係数の絶対値を揃えると、こういう方法です。 2x プラス 4y は8、マイナス 5x マイナス 6y はマイナス8と、こういう式です。これ x の係数を揃えても y の係数を揃えても答えは同じなんですけれど、今回は
Y の係数を揃えていきたいと思います。 Y の係数を見ると絶対値4と6ですよね。4と6の最小公倍数は12なので、この係数の絶対値を12に揃えます。で、1の式 Y の係数を12にするために、1の式は3倍、2の式、下2ですけど、このマイナス6の6、この係数を12にするために、2の式は2倍します。で、係数の前の符号を見るとプラスとマイナスですね、異符号同士なので、これは足し算をして y の部分を消します。ではこれを計算します。まず1の式3倍ですから 6x プラス 12y イコール8324となって、2番の式2倍ですからマイナス 10x マイナス 12y イコール8216でマイナス16となりますよね。これを足し算します。 6x-10x ですからマイナス 4x と、で y の部分が 12y-12y で消えました。で、一番後ろが 24-16-8 と、両辺をマイナス4で割ると x はマイナス2とこうなりました。 x がマイナス2です。これを1の式に代入します。もちろん2に代入しても答えは同じになります。1の式へ代入と、これ 2x 足す 4y は8ですから、この x の部分をマイナス2と置き換えるんですね。 2× マイナス2足す 4y は8、マイナス4足す 4y は8、 4y は、そうするとこれ引く4ですから、こっちに来ると足す4、8足す4は12ですから、 4y は12、両辺を4で割ると y は3になりました。ですから x-2y は3というのがこの方程式の答えですね。 x イコールマイナス2 y イコール3と、これがこの部分の方程式の答えというふうになります。今回は連立方程式加減法で解く方法、これを復習しました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようならー。